皆さんこいちゃんのペンです。ホームスイートホームやっていきますよ、衣装さ。前のステージ戻ってきたのかなで、近くにカッターナイフの女がいるな。よし。やっていこう。で、これが何だろうな。で、バールもあるし。じゃ、まずバールを手に入れて。で、これは何だろう。ロ、えおおなんだなんだ。全部のロウソクを引消すとドアが開くかも。マジか。 何個あるんだろうな、ろうそく。そして、あの、カッターナイフの女を、くぐり抜けないといけない,い,けないね。えうわ痛い痛い痛いたどう、どういや、無理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 ,無理だこら向 <laughs> かうしかないなも、ほんだって。えい <laughs> そりゃ無理だろう <laughs> やべえ、こいつめっちゃ見えるじゃん。ここかな わあ、え。わあ、なんとか負けた。すげえ。な <laughs> んとか巻いたぞ。さあ、見やがれ。さあ、でも、ど、どうすればいいかな、この後。向こうの方に行ってみようか。うわ鉢合わせるのが一番やばいな、今。 この辺歩いてんだろうな動く, <laughs> 動くタイミングいつだろうな分かんねえなこう ?OK あっちにロサかったあれわあ,あっちあ丸見えじゃん <laughs> やばいこっち来てる そして、こ、うわー、いた。こっち側にいるな。で、次は、こっち側に移動した。わわ、こっち側来たな。はい。そして、ろうそくに火を消し。ろうそくの火を消す。はい。OK。二つ目。そして、向こう側に行けないか。えっと、いたね。あそこの部屋に。 ちょっとちらって見えたはい謎の綺麗写真さあこっち側来るかさあ部屋から出てきたで右行ったなオッケーオッケーこっちで向こうの方は 行かなくていいかでろうそくはどこだえろうそくもうない感じかなだとすげえ嬉しいんだけどそうはいかんかあ壺そうだあそこからかなかったら隠れよここもしかして開くかな開くねえはいまだあったあっちに どこにいるうわあ逃げろーあ、逃げないおらお、やだよ、こんなの、俺。さ、逃げますよ、逃げますよ。はい、ツボ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 ツボ、ツボ、ツボ、ツボツボ、ツボ、ツボ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 入りなさい、早く。いません、いません、いません。私はいませんよ。うわ、なぜ気づかない、バカ。 危ねえ <laughs> 危ねえ怖いなーなんで鉢合わせてしまうんだろうなこっちかオッケーじゃこっちダメだ開かないうわーなんでなんでなんでバレたろかろかろか危ねえ

こっちは空いてるのか空いてねえなやばい、うかつに動けんぞとにかくどっから出てきたかが分かればいいあっちにいるのか結構遠くにいるなよし オッケーなんでこれは開かねえんだろうなで向こうはどういうふうにいけばいいうーっとど出てこい念のために ローソクの扉のとこ行ってみようか。もう大丈夫かもしれない。えー、大丈夫かなオッケー嘘だろう。ああ、危ねえ。ちょっと危なかったな。ふう。 ヒヤヒヤするぜまあ最初あんなに怖かったけど今ではもう向かっていけるぐらい私たくましくなりましたからねオッケーこっちは開かねえもんなでこっちの部屋に入ってきたんだはいでこれで開くのかな 開いた開いたあかねえあとい1個足りねえってことかクソどこだ <laughs> いやなんか怒ってんななんだなんだあそこの鍵どうやって取ればいいかななんか「うーん」って言ってんななんだろう これはあまさかバールで取れるなるほど <laughs> 全然わかんなかったオッケーで、これであっちのところけるね。オッケー。オッケー。で、これで、あっちの閉ざされたドアのところ行けるね。やっと進めた。ここもわかんなかったな。はい。オッケー。よし。はい,い、行きまーす。 で、ろうそくろうそくああよかったこれが3つ目のろうそくだなオッケーたぶんこれでいけるかなでもちょっとまずいなんかきそうあー向こうにいるね一番向こうにちょいちょいちょちょさああっちへ戻ろう あっちかよさあ向こうへ戻れ俺はがれないからいざとなったらあっちの部屋の壺に逃げるぞわあこええー さあさあさあ早く早く行くんだだいぶ時間使ったからなオッケーわあっち行っちゃったな向こう行けねえじゃんわ <laughs>、まあ、バカだれはーいこっち戻ってこい あ多分向こうまで行っちゃったなぁはいよいしょチチはいチョあっと <laughs> 戻ってこーいいやーなかなか私もホームスイートホームできるようになってきたな さっきのバールのところはわかんなかったななんでバールがいるのかなってずっと思ってたで探してたけどよかったすっきりしたなんか叩き壊せる壁があるんじゃないかなって思ってたりしてたけど違ってたよしオッケーじゃあなふう長い時間がかかったぜ さあ、これでよし、取れるね。はいよー。オッケー。何十分ぐらいやってたんだろうな、あそこ。お、ドアが開いた。もう全然 <laughs>、全然私ビビるなくなってきちゃった。えっ、ー、と、ここはどこもしかしたらジェーンはこの中にいるんなんかずっとそればっかり言ってない <laughs> 待った。だ、なんかいるか はい。おっとまだなんかいるのえいるなんか。なんかいるよー <laughs> なんかいるよーそっちもなんかいるんじゃないかはい、しっかり警戒していこう。 またカッターナイフの女出てくるかなほうほうなんだ、はああなんでもねえかはいあいた向こうになんかいたからなほうほうおおおえー、っと 慎重に慎重にさっきここに誰かいたんだよねギターえー、っと他には行ってないとこあったかなちょっと確認しておきたいそうこっち行ってなかったからな,なんかある あー、なんかあったね。これは釘だらけの人形。えー、女性の顔写真が刺されている。あ、これあれだな、多分。恋のやつじゃないか。えー、なんだろう、う怖い。えーと、えーと。さあ、次は。一番向こうだな。よし、だいぶ勇ましさがね、ついてきたぞ。 ざまみやがれ、お前ら。なんだ、なんだ、ガサガサする。なんかいるのなんかいるのいるなら言うてよ。なんか美術室みたいなとこかなここは。お。二つ目のある象徴。色の細い線を引いた紙。何の象徴の一部になるうーん、わからん。 こっちが効いてるんだよえっ、ー、とえっとこっちは開かないこっちは開くかでこっちはえっ、ー、と開くかうわっなんかいたわあなんもいないなこれは3つ目のある象徴ほうなんかパズルみたいなやですか 2つ目と3つ目が手に入ったでは1つ目はどこにあるんだこの部屋かおーっとあー自動ドアかあこれっぽいなあジェーンの2期これは結局今日もまだ家に残るわティムの電話がかかってきて会社の仕事はまだ終わらないみたい せっかくこうま一緒に遊びに行くという約束をしたのにね。ティムの休みの日は何日も経ったが、なんでまた仕事をしないといけないのそして私たちの二人の時間は時々考えてみた。ティムはもう私に飽きたかな実はね、私は本を書くみたいによく喋らないけど、もっと彼を気を使うべきだと時々思うが、もしかしたら自分を変えないといけない本当にわからない。ジェーン結構重いなぁ。 そしてティムはやっぱ忙しいんだなぁどうしてだろうさあ一つ目を一つ目の象徴を探しに行こうえーっとこれからこれかなあ恋のわら人形呪術追加実にこの恋のわら人形呪術は 受けた人はこのジューズに使った土と同時に来た来、えー、霊園の亡くなった幽霊は身に入り込む。そしてその人、自分、自身を失う。幽霊は幼術を使う側に永遠になくなるまでついていく。ほう。えー、一日離れても苦しくて生きていけない。わーわかんない。で、これはほう。 えーっとね、多分ね、もう一個あるんだよ。じゃあ、向こう探してみましょう。一つ目はどこだで、これ鍵か。えー、っとね。あそこの象徴のパズルを解かないといけないんだな。これはお一つ目のある象徴。OK。で、これを ここでなんかやるんだよね。んーと、紙をえっ、ー、と、ちょっと待ってな。ちょっと見えにくい。紙を変える。えっ、ー、と、こうえっ、ー、と、ちょっと操作がわかんないな。えっ、ー、と、こうかな。ああねえ、あっわ,わかったわかったわかった。あんねこれ、あれだ。あー、ちょっと待って。 これね、9 5 3って書いてある。OK, OK。うわぁ <laughs>、なんで分かったかな、今。えっと。だもんで。ここもめっちゃ時間かかったなぁ。9号。OK。おっしゃー。やっと先進める。はい、ジェーンを探さないといけない。そうだね。おっと。 なんでいるんだよあいつえー、っとやばい振り向くなよし向こう行ってみようかえー、っとこっちは えっと、一応ロッカーがあるな。あ、なんだこのロッカー。あ、開かない。待って。なんだなんかドアを開ける音がしたぞ。こっち来るかもしれんな。あ、でも落としてないな。止まってんのか あ,あれあれあ、なんか変わったえっえっえなんでどういうことうわーなんだち <laughs> ょっとえー、っと何をしてるんだ私はいるぞあいつあそこのロッカーの鍵を探さないといけないな向こうにいるのか そしてこっちに来てるまさか待てよ待てよ待てよえー、っとそこかなそこにいるあ鍵閉まってるわこっちにいるよー わかんねえなあ,あいたいたいたさあロッカーの鍵を探さないといけないこれあぶねえどっかどっかそうかそうそうくされてくるか 鍵はもういいのかなああぶ、ね、いたいたあぶね、あそこの扉出てこうとしたら多分見つかってたねうわーど動くあぶねうわーこっち来るぜ 危ねえあなんだなんだ何だ私おちょくっているのかこの子はえよし出るかよしオッケーオッケー切り抜けたさあそしてロッカーの鍵は はいえー、っと早く来てくれエレベーターはい何回行こうな432えー、っと4回行こうか今ここ4回か2回2回で合ってるのかなやばいまだ

また呪いを解かないといけないのか。そうか。わかりました。はい。それでは今回はここまでご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしくねチャンネル登録、高評価お願いします。のぺんでした。さよなら。